54時の物語は、宇治田祐介による日本の短編小説である。イラストは、佐藤踊りが担当している。PHP 研究所より、2018年3月に発行された。この本は、インスタグラムに投稿された、インスタ小説を書籍化したもので、9マス6行の中で文章を完結させるのが特徴である。この本には、 いろいろな分野の作品90作が収録されている。54字の物語の基本的なルールとしてがある。54文字という制限を設けたことについて、作者は54字の物語を始めたのは、インスタグラムで楽しめるようなテキスト作品を作りたいと思ったのがきっかけです。試行錯誤の結果。 インスタグラムの正方形の枠に収まって、過読性が高く、ある程度内容も詰め込めるのが、9マス6行の54字でした。としている。2018年11月19日に、54字の物語の続編、54字の物語会が発売された。会では、怖い作品を中心に90作収録している。2019年4月25日に、第3弾となる。 54時の物語3の発売が第3回54時の文学賞の受賞作品の発表と同時に行われ予定通り当日に発売された。この本では宇治田による作品のほかに54時の文学賞の優秀な投稿作品や各界の著名人による書き下ろしの作品が収録されている。2019年7月20日第4弾となる。 54時の物語誌の発売が第3回54時の文学賞の受賞作品の発表と同時に行われ予定より2日早い7月18日に発売されたこの本では日本史空想をテーマに90話を収録している2020年12月20日に第5弾となる54時の物語図が発売された図では動物をテーマとして 54時の文学賞の作品7000作から厳選して収録がされている。PHP 研究所による公募企画として54時の文学賞が開催された。今までに開催された54時の文学賞は次の通りである。青山ブックセンターにおいて2019年7月12日から7月30日まで54時の物語展が開催された。 54時の物語を大きなグラフィック作品として展示していた。2019年1月8日に日清ヨークから54時の物語とコラボレーションした乳酸菌飲料ヨークル54時の冬物語が沖縄を除く全国で発売された。ウジタが乳酸菌と冬をテーマに書き下ろした54文字の物語をパッケージに掲載した。ありがとうございます。